ファントマはフランスのピエール・スーベストルとマルセル・アラン共作による小説シリーズ。1911年から13年まで32作。1930年代まで映画、ラジオなどで広く取り上げられ、1960年代に映画化されたものも有名。ファントマ第1巻の表紙、匿名画家による。ファントマは フランスの大衆文学の中で最も印象的な作品の一つで、ロカンボール、ボッツコロナ大佐、ジゴマ、オペラ座の怪人、アルセーヌルパンといった犯罪の天才の系列だが、恐怖や暗さはない。マルセル・アランは、パリ大学法科卒業後に、自動車のセールスマンなどをしていたが、1904年に、プチパリジャン紙に小説が掲載されて、人気作家のピエール・スーベルトルに知り合う。 アランはスーベルトルの秘書となり、その後共作者として2作の小説を執筆し、ついで1910年にファントマの執筆を開始して、1911年2月からフェイヤード社から刊行した。アランによると、この小説は彼とスーベストルによってリクタフォンで講述された。この方法により、ヒーローによる複雑怪奇な陰謀というだけでなく、 当時の最新テクノロジーによるカーチェイスといった奔放なスタイルを挿入し、詩的なファンタジーの雰囲気を生み出した。そしてファントマは、ベルエポックのパリの社会、19世紀の小説、ヨーロッパの都市ジャングルで、デュマの模擬感を受け継ぐパリのアパッシュと共に、現代の読者の前に復活した。その後には二十数カ国に翻訳されている。 覆面盗賊は発表されるや外科を挙げ、大衆だけでなく文学者や芸術家にも愛好された。ブレイズ・サンドラールは、ゲヨーム・アポリネールのレソワレ・ドゥ・パリ氏に、ファントマは現代のアイネインスであると書いた。アポリネール、マックス・ジャコブ、ロベール・デスノス、ジャン・コクトシドニー・ガブリエル・コレットや、ルアラゴンなどシュルレアリストたちが競って、黒タイツと黒の狼マスク。 塩備服にシルクハットをまとい、血濡れのナイフをかざして、パリを股にかける犯罪者を称えた。ファントマは、今日では、映画三部作のジャンマレーとルイド・フュネスによる、冒険コメディを通した一般的なイメージでよく、知られている。しかし映画での、盗賊の青いマスクと、技術装置、曖昧なファンドールと、ヒステリックで不器用な十部は、スーベストルとアランの小説の設定である。 変装した主役のただ一つの本当の性癖とは違っていた。ルイ・ド・フィネスの1964年を境とする大ヒットにより、映画第2作と第3作では明らかにルイ・ド・フィネスの演じるジューブが主役となり、ジャン・マレー演ずるうちのファンドールは単なる脇役となっている。もちろん同じく、マレーの演じるファントマが最大の仇役として描かれることには変わりない。なお、 映画内では、ファントマスと発音される。ライバルのアルセーヌ・ルパンとは違い、発表以来様々に脚色されたプロジェクトがある。原作及び1910年代の無声映画の、等に忠実に作られた、1970年代の、クロード・シャブロルとフアン・ブニュエルによる、ファントマ役のヘルムート・バーガー、ジャック・デュ・ヒロ、ゲール・ハニカットの成功した、テレビシリーズにもかかわらず、1960年代の、 コメディ映画シリーズの印象が定着している。括弧内のタイトルはようやく版のタイトル。マルセル・アランは1926年から単独で執筆を開始する。このシリーズはアーシーム・ファイヤード社から毎週16ページずつ発表された。新作は旧作より多くの業者で販売された。1932年には932作のようやく版がタイトルに コンテマスを含めるよう解題され出版された。オーディオブックはヘミックスエディスヨンより販売された。拷問者フィアード監督による最初の映画化のポスター。検閲を回避するために単行本表紙の血のついた探検は描かれていない。映画第3作、レモークイトへのポスター。1979年にアンテンヌニとドイツのハムスターフィルムによってピエール・スーベストル。 マルセル・アランによる32作をもとに、原作に忠実な内容で、4話各90分が制作された。クロード・バルマ・プロデュースで、脚本、ベルナール・レボン、音楽は、ジョルジュ・ドルリュー、出演は、ファントマ役、ヘルムート・バーガー、ジューブ役、ジャック・デュ・ヒロ、ファンドール役、ピエール・マレ、ベルサム・夫人役、ゲール・ハニカット。2009年に、ドイツのアリアス・エンターテインメント社から、 2011年にフランス国立視聴学研究所からレイ・イーネ・ディ・フォント・スティークスコレクションとして DVD 化された。ベノイト・プレテシレはファントマに関する2冊の著書フォンテマス・ルデルニエ・ゲスト・エル・アート・イル・サングがある。プレテシレのファントマはオリジナルのファントマの生まれた古き良き時代、そして当時の大衆文学の中のホラーの形として1960年代の 映画から多くを借用している。この L、アートイルサングでは、名前のファントマ、ジューブ、ファンドールが、ファントマス、ジューベイ、ファンドアに置き換えられている。ファントマはシルレアリストにも影響を与えてきた。ユーモア作家のピエール・アンリカミは、スペクトラス・コントレラ・ウ・フォック・ホームズで、犯罪の大家と探偵の対決のパロディを、創造している。ピエール・ダクト・フランシス・ブランシュのラジオドラマ、 シグナ・フロックスでは犯罪の首謀者エドモンド・フロックスの悪事を語っている。ディアボリックは1962年にイタリアのアンジェラとルチアナのギウッサに姉妹によって書かれた漫画シリーズでプロの犯罪者ディアボリックは愛人のエヴァカントを連れて冒険に挑む。彼は警察に雇われた検査官銀行銀行に追跡される。ペーパーリンクは ドナルド・ダックの分身のスーパーヒーローで、1969年にイタリアのグリド・マティナに作られ、部分的にファントマに基づいている。その前身ファントミアスは、ファントミアルドとも呼ばれ、ファントマとも名付けられる。アンドレ・デルボー監督の映画、ランデブー・アブレーでは、ビュル・オジエ・エンジ・リョ・ディールが、フィアード版、ファントマの画面に驚くシーンがある。 マイク・パットンは1999年に参加したロックグループにファントマと名付けた。スーベストルとアランの賛美者でもあるフィヤードとジョルジュ・フランジュの影響は映画レヴァンパイアズ・ジュデックスでミュージドラやフランシー・ヌ・ベルジェの演じた女性的なシルエットの黒タイツのキャラクターフィービー・デュプレイにも現れている。マーベルコミックのファントメックスは2002年に グラント・モリスンとイゴール・コーディによって新 X メンとして描かれた。1933年のロベール・デス・ノスによるラジオ番組ファントマ・イカでは死の合間に多くの俳優が盗賊のやられ役として登場した。日本ではまず最初の映画5作が1915年に浅草の電気館にて以下の放題で公開された。この前に公開された ジゴマのような大きな人気とはならなかったが、1917年に、谷崎純一郎の短編、魔術師では、本テマスが、世界中の人間の好奇心をそそのかした、活動写真として言及されている。1921年になって小説が翻訳され、以後以下が刊行されている。このほか、水谷人氏による本案がある。水谷道夫名義で、小星馬殺人婦として、 朝日1931年6月号から12月号に連載され、単行本への再録に際し、殺人競争局と解題された。舞台は日本に移されており、登場人物も日本名となっているが、小星東馬と十部探偵は、元の名のままとなっている。当時の技術では、数分程度しか録音できなかったため、数十のディスクを交換しながらの執筆はリズムを、 崩すだろうという指摘もある同じ理由で、映画版では、ラストシーンも、原作から変更されている。フォンテマス・エデル・トゥール、アリセン、ナディ14-2009、ファントマー悪党的創造力、赤塚稽子2013年、風当社、P338、フォンテマス、LEDERNIERGESTESURKRINEIN.com、ハットエクストレデール。 アートイル・サング・シュールル・サイト・デール、オッター・デ・ヴー・ディー・ブノア・プリーテセ・ハセベ・シオヤの推測による。山崎譲る、創熟のロマンチスト、水谷ひとし、殺人競争局谷編春陽道書店、春陽文庫、1995年9月10日、3ページ。ISBN4 から394392012 39。ウィキクオートには、FR、ホンテマスに関する引用句があります。 ありがとうございます。